こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野博明記者です。はい、こんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。2週ぶりの登場です。今野さんのご登場は、そうです ね、先週はあの東京都副知事、ね、宮坂学さんにお話を伺いました。はい、はい。で、今日の相場はちょっと驚きましたね。そうですね、うん、思いもしない下げになってしまいました。で、節目の2万9000円も割り込んで、はい、これ下げ幅としますと今年4番目の日経平均株価大幅安になったという1日でありまして、はい、週間ベースで見ましても1週間で994円下げたと、はい、994円25銭安 3.3% 安という日経平均の動き、トピックスだと 2.9%、59ポイント、2.9% なんで、まあ、日経平均の方がちょっと大きい下げになっているんですけれども、まあ、中でもやっぱり今日ですよね、なんといってもね。そうですね。で、今日だけで日経平均747円安してますから、うん、1週間で994円してもまあかなりの部分が今日の下げだったということになるんですが、でもこれちょっと分かりませんよね。で、今時間外のやっぱ先物なんか見てもニューヨークダウンが800ドル、はい、900ドルぐらい下げてるんですよ ね時間外で。そうなんですね。で、ニューヨーク昨日は感謝祭でお休みでしたから、はい、今日が再開、ただ今日も短縮取引なんですね。そうです。はい、いわゆる感謝祭翌日、うん、まあ、ブラックフライデーとも言われますけどね、うん、で、短縮取引なんで、まあ、そこにでも一気にこう売り物が出て、まあ、だからお休み取ってる方も結構多いと思うんですけれども、うん、まあ、ひとまず短縮とはいえ取引行われますから、まあ、そこで結構下げるんじゃないかという見方があります。まあ、先物の動きなんか見るとおそらくそうなるでしょうと。で、東京市場なんかもそれを下げ取っているということでして、まあ、他のアジアも下げてはいますし、ただ東京が一番下げきつかったと。まあ、為替の円安、円高の影響もあるでしょうし、あとはやっぱり一番流動性の、ね、大きいところで海外投資家がアメリカを売れないんで、今日の25日、6日に関してはね、その分、まあ、東京で換金売りを出したんじゃないかと、いわゆるヘッジ売りということで、うん、はい、その分がかさんだんではないかという見方もありまして、東京市場今日売買代金なんだかんだ3兆円できてるんですよね、代金が、はい、で、これニューヨーク市場が昨日お休み、ニューヨークがお休みの翌日としてはかなり多いんですよ、やっぱり。 ね、それを考えれば、うん、通常だったらまあ3兆円、そうでも最近は3兆円あんまりいかないですからね、いかなかったですからね、多いんですけれども、うん、さらにニューヨークを休みの日の翌日で3兆円ということは結構多い、だからだいぶ商いが膨らんでいるということは売り物がかさんだということでしょう。それで下げたということなんで、で、この南アフリカのウイルスと変異ウイルスという話なんですけど、これがね、だからかなり変異がいろんなたくさんしていて、そのタンパク質のスパイクというところはかなり変異がいっぱい変わっていて、変異していて、場合によってこれやはり免疫反応が起こりにくくなるんじゃないかと、人間のね、で、この免疫反応をくぐり抜けるんじゃないかと、で、場合によって、ワクチンも効きにくくなるんじゃ、かなり効き目が低下するんじゃないかと言われてるんですよね。まだ何とも分かんないですけど今のところ。でも南アフリカの発表だとそんな発表になっていて、だとするとちょっと大問題というかね。で、一部にはこれ報道だともうすでにこれ香港まで来ていて、で、香港で感染者出てるんですよね。で、2人出ていて1人が渡航者だっていう話なんですが、南アフリカからので、もう一人がこれね、一部の報道だと空気感染じゃないかっていう話があって、はい、飛沫感染じゃなくて空気感染、はい、だとするとちょっと厄介ですよね。まだね、で、しかもこれ感染力が、まあ、どのぐらいこの毒性が強いかどうかっていうのはまだそのどのぐらい重症化するかとかっていうのは何とも分かんないんですけれども、ただこれ感染がまた広がってくるとなると、まあ、ただでさえヨーロッパなんか今かなりね、はい、また再拡大で、ね、ドイツなんかでもね、はい、最高の感染者数が出ていて、オーストリアだったり複数の国がもうロックダウンに入っているという現状ですから、まあ、ちょっとね、先行きがかなり心配になってくるということで、今日株価が大きく下げたというか、まあ、マーケット全体がリスクオフ、リスク回避のマインドに非常に染まったという一日だったわけですね。
で、だからここからどうなるか、まあ、今晩ニューヨークとりあえずね結構下げるでしょうと、株は下げるでしょうという今の先物の動きなんですが、ちょっとまた読みにくくなってきましたよね。なってきましたね、うん、ただ一方で、ここまで、まあ、昨日までの話だとインフレ圧力が高まって、はい、でアメリカではテーパリングといって、まあ、量的緩和の、ね、縮小がすでに11月から始まるということが決まったわけですけれども、でそれ以上にやはりそのテーパリングのペースが早まるんじゃないかと、インフレ圧力が強いんで、さらに加えて雇用環境もだいぶ改善してきてるんで、そうなるとテーパリング今のペースで金融緩和縮小して量的緩和縮小してて遅いんじゃないかと、で来年の利上げも早まるんじゃないか、しかももう来年直近、最近までですと来年2回あるんじゃないかって言われたのが、うん、今のマーケットの織り込みだともう来年3回 0.25 ずつ利上げがあるんじゃないかっていうのがもうマーケットを織り込んできているという状況だったんですよね、はい、ところがここに来て、それはだから経済が順調に回復してって、まあ、その雇用なんかも回復してということなんですが、一方これそれに対してこのウイルスがまた広がってくるというとまた違う要素が、ね、はい、加わってくるわけ で、 そうです、ね、雇用の回復もそうなってくると遅れるでしょうし、あるいは物価の上昇圧力というのも経済活動がちょっと制約を受けることになれば、そうですよ、ね、また変わってきますよね。需要が増えないわけですからね。そう、需要が増えない、うん、抑えられるということになり、はい、そうですね、得ますので、まあ、難しい、ここからどうなるか、うん、なかなか見えない、そこがまた見えないというところは難しいところなんですけど、結果として金利は下がってるんですよね、はい、アメリカなんかでもね 0.1% まではいかないけれども10年債利回りで今日あたり 0.1% 近く時間外で10年債利回りが低下しているということで、お休みの前だから24日か、はい、24日だと 1.64 ぐらいでアメリカ10年債利回り終わってたのが、足元時間外の取引見ると 1.5% 台半ばぐらいまでね、10年債利回り低下してきてますから、だからいわゆる金利上昇による株価への下げ圧力っていうのは逆に言うと弱まってるという面もあるわけですよね、うん、はい、ここのところその金利上昇が警戒されて株価が圧迫上値を抑えられてた、特にハイテク系のグロース株、成長株なんかはね、っていう面があったのが、その面はちょっと解消されるというか緩和されるということにもなるので、それと一方でさっき言ったそのコロナの新型の新しいウイルスの感染状況、広がり具合、そことの兼ね合いですよね、うん、これが今の段階だと非常に読めない、はい、全く読めないですね、非常に不透明だということで、マーケットは何といっても不透明だというのを一番嫌いますので、はい、まあ、どっちでも悪い話であってもそれはそれである程度見えてしまえばね、織り込んでしまえば別にそんなに怖くはないことになるんですけども、それがどう転ぶか、どんなふうにこう展開していくのかというのが非常に今の段階では読みにくいので、そのコロナの感染の話を中心にね、うん、だから今日のところはとりあえず一回換金しておこうと、株に関してはもう一回売っとこうという動きになったわけですよね。結果として日経平均は747円安ということで大きく売られたというのが今日の動き、はい、で週間ベースでもお先言ったようにもう9000円近い下げになったという1週間であったわけですけど、まあ、そういう意味じゃどうでしょうね、忘れない前に言っておくと、やっぱり南アフリカショック、ショックフライデー、ミニですけどね今日のところはね、そうですね、そんなに大きな今日のところはショックではまでは言えませんけれども、でもミニショック的な動きでしたよね今日はね。そうですね、あとおっしゃったように、うん、不透明感フライデーかな、ね、不透明ですよね、非常に読めない、はい、でこの免疫が確かに、ね、だから免疫くぐり抜けるとかね、ワクチンが効かなくなるとかっていうのはやっぱり結構怖い話ですよね。だから日本も今のところかなり感染は少なく抑えられていますけども、国内は、はい、これもだからやっぱりね、先行きどうなっていくかということに対する警戒感はやっぱりなお怠れないということですし、いろんな経済活動なんか徐々に緩和されてきてね、はい、お店の人数制限なんかも徐々にこう緩和されて、あとはいつからGoTo トラベルやんでしたっけ、年明けからでしたっけ、来年に入ってからということですね、1月からねっていう話もありますけれども、はい、ただこれもね、そのやっぱりワクチンじゃないや、新型のこのウイルス次第、変異ウイルス次第っていうところがまた加わってくると、はい、どうなるかというところですね。そうですね、うん、まあ、そうした不透明感漂う中ですから、うん、ストックボイスとしましても、はい、明日から資産形成フェスタ2021で、ね、さまざまなね、行われます、はい、分析皆さん見てください、解説をしたいと思ってますので、うん、ね、ストックボイスです、はい、このインターネットのストックボイスで生でお送りしますので、資産形成フェスタ2021
27日28日とこういう時だからなおさらね、参考になると思います。お送りしますので、私も28日の10時から、住宅ローンと資産形成というテーマで出演させていただきますので、ぜひともご期待いただきたいと思いますね。週末だからみんな一緒にちょっと過ごせるというのがちょっと嬉しいかな、こういう状況ですとね、楽しんでいただけたらと思います、ということで今野記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。それでは今週のゲストをご紹介いたします。ジャズトランペッターで専属学園音楽大学教授の原智直さんです。原先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年もようこそお越しくださいました。ね、たくさん読んでいただいてありがとうございます。毎年恒例この時期にということでして、先ほどあの資産形成フェスタ2021というのが、明日あさってと土日ストックボイスで、生放送されるということ、生配信されるというご案内したんですけれども、来週も実は週末インターネットストックボイス、インターネット放送ストックボイスで生放送をお送りするんですね、それがジャズ EMP アット東京フィナンシャルストリート2021、オンライン、ストックボイスで生放送でお送りする、もう4回目となりまして、先生も4回、原先生も4回出演してくださって、演奏してくださって、でこの番組もそのジャズ MP の前に必ずご出演いただいてますから4回目ということになるんですけども、光栄です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年は12月5日日曜日ということで、12時からお昼の12時から夕方の6時まで、12時から18時までの放送ということになります。開催です、こういった方々なんですけれども、またゆっくりとですね、アーティストの皆さんについては ご案内するとしまして、まずはちょっとイメージ、このね、ジャズユンピアと東京フィナンシャルストリート2021をご紹介する V が、ありますので、そちらを皆さん動画をご覧いただきたいと思います、ということでご覧いただきました、原先生も登場してましたけど、かっこいいですね、僕はまあそこそこだと思いますけど、あの皆さんすごい素敵な方ばかりです ね今年も本当に、バラエティ色豊かというか、トップアーティストの方々が、若手でありながらトップという方々がそうですねご出演されると、若いこれからたくさん未来がある人たちっていうのがもともとのコンセプトなんですけれども、人間の寿命も伸びてきたんで、本当の若い人もいるし、中堅に入ってる人もいるけども、なんか社会から見るとまだまだこれからどんどん進化して、今も素晴らしいんだけど先が楽しみな人たちっていう感じになってきましたね。このジャズ EMP はそもそも金融とジャズの掛け合わせ、そんなイベントをこれから進めていきたいということで、今年4回目なんですけれども、もう初回から先生にご協力いただいてるんですが、これ正直こんな4回目を迎えられるまで成長すると思ってました、そうですね、こういうなんかこう大きなイベントとか、なんかこう目標がすごく高いやつっていうのはなかなかその純粋な気持ちを維持するのが難しかったり、いろんな人やいろんな事柄がその間に入ってきて、なかなか続けるのが困難だったりすると思うんですけど、実行委員会、すごいチームワークだし、
まあ、このままいろいろ続いてもっと広がってなんかいい方向に行くんじゃないかなって個人的には思っています。どん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 私も当初から最初から関わらせていただいてるんですけれども、うん、うまくいったらいいなっていうのが正直なところで、何より去年もお話しさせていただいたんですが、この番組で実行委員会の委員長の有友委員長がなんとなく発言したところから始まってます。そうですね。そう。だから本当にこの番組発信で発言発信でいやすごい大掛かりなイベントっていうのは続いていくのかどうかな、言ったらいいけれども、うん、なかなかそんなうまくいかないよねって思っていた中で、でもどん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 毎年。そうですね。なんかもう鈴木富美さんももちろんですけれども、ここに関わってる人たちがかなり皆さんこう、すごい個性的で何かすごい力を持った人ばっかり、何も関わらず非常にこうリスペクトを持って互いがこうすごくいい距離感でそう動いているっていうのが長続きの秘訣だと思いますけどね。でしょうかね。私なんかは本当に参加させていただいているって立場なんですけれども、それぞれ組織にいて、例えばフィンシティ東京さんもそうですし、平和不動産さんもそうなんですけれども、うん、それぞれに展開されている事業があって、そこで地位を築いていらっしゃる方々から、うん、チームワークという形でこのメンバーに入ってもらって、チームに入ってもらって、うん、それでね毎年続いていって、そうですね、規模もどんどん拡大していってという、そうですね、中ですよね、うん、で最近になって、うん、別の企業様から、うん、このジャズ UMP 出演アーティストの方へのオファーが来たりという、はいはいはい、そんな流れも出てきてますね。いやもう最初そんな風になってさらに広がったらいいなっていう、うん、ついに芽が出て、うん、ね、嬉しい限りっていうか、はい、これから多分最初は一本の木が増えて林になって森になってみたいな、根っこでつながってみたいになって、すごい大きい流れとかそういうムードができたらいいですよね。うん、そうですよね。本当に毎年毎年いろんなアーティストの方が出ていらして、うん、どうなんでしょう、ジャズ EMP に出演された後ってアーティストの方々もなんか変わったりされてるんでしょうかね。なんかこういうことをしている人たちがいるっていうのが彼らっていうか、そのジャズの頑張ってる人たちに伝わってる手応えはあります。つまり、お金を選ぶのか、それとも自分の信じたアートを選ぶのか、お客さんとかそれからいろんなその主催者だとか、オーナーだとか、そういう人たちと、どういう距離で自分の音楽を追求したらいいのかって悩んでる人たちもいるし、実際にそれが自分の音楽が続けられるかどうかっていうのにもつながってくるんだけれども、このジャズ EMP は一貫して自分の信じる自分を喜ばせる音楽、自分たちでパーマネントなバンドでそのバンドの中だけで作り上げたアートを、音楽芸術として披露するって、でそれを応援する人はそのなんかこう出来上がる過程、音楽的な過程を見て楽しんだり、一人一人のそのまあ、テクニックだとか音楽感とかいろんなものに触れて見てもらうみたいな、でその人たちの応援、資金的な応援でミュージシャンはまた次 の, ステップに上がっていくみたいなっていうのを作りたい作りたいっていうのを盛んに この番組でも言わせてもらって、はいはい、ミュージシャンとそういう話をするとすごいいいですよねって、でミュージシャンだけじゃなくて、なんかその、ライブハウスのオーナーだったり、それからそういうイベントを主催しようとしている人の中にもすごくいいねって言って、でなんかみんなでムードが作れたらってもうすごい思いますね。ちょっと夢物語ですけど、 EMP とこのスタッフと出演した人たちだけで幸せになってくるんじゃなくて、なんかこう音楽をやっている人たちがこう安心して自分のアートを、もちろん素晴らしい作品を作らなくちゃダメなんですけど、そういう人たちが応援してもらって
次の作業次の作業つって、うん、制作を続けられる雰囲気がこの日本に東京中心にできたら素晴らしいな、ええ、先週東京都の宮坂学副知事にお話を伺ったんですけれども、はい、うん、東京は国際金融都市を目指しているんですが、やはり国際金融都市として世界に名だたる都市になるためには他の国際金融都市を見てもそうなんですけれども、どう考えても金融や企業のビジネスだけでは成立しなくて、うん、文化であったり、まあ、ある意味食文化も含めてなんですけれども、アートというものが加味されてやっとその都市の魅力が増すということをおっしゃっていたんですね、はい、そういう意味では街づくりという観点からもこのジャズ EMP の存在というのがとても今大きくなってきているなっていう、はいはい、そうですね、うん、なんか音楽とか絵画とか演劇とか小説とかそれだけが、まあ、アートっていうわけじゃなくて、例えばお料理だってアーティスティックな部分だって、はい、ビジネスだってそうだし、全て その職業だったり、あとはその生活とかただ生きてるだけでもその人間っていうのはアートの部分が必ずあって、でその、まあ、つまり皆さんアーティストだと思うんですけど、うん、そのアートの部分をに特化して一生懸命内側で作品を作っている人たちが、はい、まあ、いわゆるアーティストで職業アーティストっていうか、だからそうすると、まあ、ビジネスをやってる人も普通に生活してる人もそこの部分っていうのは必ず持ってるので、そこが充実すればですね、もう絶対にコミュニティはもっともっとこう広がっていくと思いますね、うん、そうですよね、魅力的な都市であるために、まあ、人もそうだと思うんですけれども、うん、魅力的な、まあ、人間でありたい人でありたいという場合にも、ね、先生おっしゃった通りそのある意味多様な視点というのも必要ですし、うん、ジャズはまさに多様なセッション、ね、そうですね、すごい多様性のある音楽ですからね、そうですよね、うん、そのあたりですね、今年は今年もですね、うん、2021年もコロナ禍でミュージシャンの皆さん大変だったと思うんですけれども、はい、ね、どんな1年だったんでしょうね。そうですね、まあ、悪いところっていうか困っちゃったのはコンサートとか、それからそういう企画が延期になったり中止になっちゃったりとか、うん、それからライブハウスがお客さんをたくさん入れることができなくてお休みしちゃったりとか、あとお客さんが来なくなっちゃったりとか、まあ、つまり今まで僕らがやっていたその発表する機会っていうのがすごい減ってしまったっていうのが困ったところなんですけど、まあ、反面今こういろんな発信する媒体が世の中にいっぱいあって、あ、はい、それらに自分の音楽の音楽自身のクオリティに加えてその映像のクオリティだとか音質のクオリティだとか番組のように作るとか、なんか僕も下手くそな YouTube とかやってるんですけど、まあ、そういうのを、うん、はい、皆さんが真面目にやるようになって、あと DAW とかその、はい、音楽をコンピューターで作ってると、はい、なんかコロナでこう外に出れない分なんか自分で何かこう生み出すっていうのを探し始めた流れがあって、そう若いミュージシャンもそうじゃないミュージシャンもなんかみんな変わってきたような気が僕はしています。ある意味変革と進化があったんですね。そうだからすごいきっかけなんじゃないかなと思って、そうジャズミュージシャンの皆さんにとってそんな1年のある意味締めくくりになるのが、そうですね、このジャズ EMP アット東京フィナンシャルストリート2021だと思うんですけれども、うん、はい、今一度そのメンバーをご覧いただきたいと思います、はい、こちらですね、はいはい、最初にトークセッションがあるんですけれども、ね、12時から、街づくりにおけるデザインの役割、うん、競争を促すソーシャルデザインとはということで田中美穂さんと浜川明香さん、はい、インシティ東京のシニアマネージャーの浜川明子さん、うん、ご登場ということなんですけれども、うん、午後1時からジャズ始まります、はいはい、こちら最初は駒の五味カルテット、はい、そうですね、トロンボーンですね、女性トロンボーン、そう、すごい落ち着いてインテリジェンスな音楽がもちろんですけど素晴らしい、多分すごく楽しめると思います、ね、楽しみですね、心がね豊かになるそんなアーティストですね、冒頭から、はい、冒頭から冒頭から心がそんな風にですね、
午後2時なんですけど、ドンクルリという、うん、そう、ドンクルリ、ドンクルリ、これはあの、まあ、専属学園音楽大学の卒業生があの3人なんですけど、まあ、彼らはもちろんあのいろんなフィールドであのいろんなバンドで活躍してるんですけれども、まあ、コロナ禍でなんかこうあの面白いことできないかなって言って集まって作ったらしいんですけど、あの普通ベースがいるんですけど、はいはい、これベースいないんです、ね、あ、いないですね。そう、ギターとサックスとドラム、でもそれだけでもあの去年出たあの不思議な時間ありましたよね。クレーさんですか。そうそうそう、そうそうそう、あれとはまた違う、違う、あの多分面白い世界だと思いますね。そして今一度午後2時40分がトークのコーナーということで、はい、トークセッションとして、ビジネス人材としてのアーティストということで白鳥さゆりさん、大池和也さんのご登場ということになります、はいはい、そして午後3時10分になります、うん、片山俊カルテット、はい、うん、フルートですね。フルート、そう、フルートメイン、そう、フルーティストですね。へえ、あのニューヨークを拠点にあの活動してるんですけど、今は日本にあの帰ってきてるんですけどね。あのフルートのジャズいいですよ。ね。ね、ちょっと聞きたいです。もうあのお酒飲みたくなっちゃいます。でも皆さん飲みながら聞いていただいていいんですけどね。そうそうそう。私たちはダメですけど、うん、見ている方々は。なんかフルートだとかクラリネットだとかバイオリンとか、はい、最近いろんなあのアコーディオンとかでジャズをやる人が出てきたんです。まあ、昔からいるんですけど、まあ、なんかあの特殊っていうか少ない楽器だからこそ、うん、なんかもっと新しい世界を作っているというか、だからこの片山俊さんのバンドも多分すごい、うん、あの、うん、面白いと思いますね。面白そうですね、はい、そして続いて午後4時ですね、はい、長竹美希子トリオということです、うん、これはね、あのこれはというか、あの彼女は今もう、大人気のピアニスト、もうあのものすごい忙しくて、そう、もうこの、 あの人選が決まった時にもうすぐにもう一人の音楽監督の池田敦さん、もう一瞬で電話をしないとあのスケジュール決めらんないみたいな感じで、もうすぐに抑えて、でこの3人ともあのトリオの3人ともすごい忙しいミュージシャンですね。そんな方々が集まってくださるわけですね。そうそうそう、面白いですよ。ピアノトリオ、皆さんが多分想像しているのよりもまたちょっと違う感じがする気がします。まだ聞いてないから、もう本当今すぐ聞きたくなっちゃうんですけれども、 うん、でその後午後4時50分、はい、スペシャルパフォーマンスということで、先生、ね、原先生の登場ということですね。友名を原グループ with 池田敦、はい、池田先生、サックスの池田敦先生、去年はあの池田さん の、 あのレギュラーカルテットに私がゲストを出していただいて、はい、で今年はそのお礼参りというか反対バージョンで、お礼参り、なるほど。まあ、すごい、あのお楽しみに、あの、いや、ね、でも長い往年のジャズ風にしてみたらですね、うん、原友名と池田敦が組んでくれるんだっていう風な、去年もそういうお声いただきまして、ああそうですか、嬉しいな、ですからそういった、まあ、締めを飾っていただくのは、うん、原先生、池田先生ということになるわけですけどね、うん、でもそれまでそのずっと1時以降ですね、ジャズ、まあ、12時にトークセッションがあって1時以降のジャズシーンでは、うん、若手中心にこれからまだまだ伸びる、うん、私たちの応援しがいがあるアーティストの皆さんが、うん、そう登場されるってことですね。出演される。本当に毎年、うん、なんかなんていうんでしょう、心が震わされるんですよね。そうですね。やっぱりあのみんな音楽にものすごい真剣、ジャズミュージシャンが、うん、ほとんどの人がもうそうなんですけど、もう本当に自分の内側のことでもう頭いっぱいですから、うん、そうほじくるとすごい面白いです。そう。トークコーナーもありますんで、私もちょっとお手伝いさせていただいて、最初難しいんですけどね、気難しかったり、あのプライド高かったり、でも中身はもうすごいピュアで、はい、そうですね、あの愛情に満ちていて、ぜひ皆さんに知っていただきたいです、あのジャズミュージシャンを。なかなか面白いですよね。ちょっと演奏で尖った感じの演奏をしてるのかなと思っ
って言って、うん、演奏後にインタビューするとめちゃくちゃ素直な、そう、いい青年だったりとか。そうなんですよ。なんか人がどう見てるかっていうのはあんまり気にしない人が多いのであの一応僕は前もって言ったりとか、うん、あのよろしくみたいに言ってそう、あのでも本当演奏に関してはこのオープンプラットフォームでまた高い天井の下で音が鳴り響きますから、ね、やっぱ違いますか。あそこね、あの最初どうかなって思ったんですけど、うん、あのすごい演奏しやすいんですよ。なんか音響が、そう、そう、気持ちいいです。なんか世界に向かって演奏してる感じもするし、うんうんうん、そう、あとみんな喜ぶのは後ろにあの字が、そうですね、うん、あの上のティッカーというところに、そうそう、でみんなそれを写真撮って上場しましたってもうツイッターにみんなするっていう、今年もアーティストの皆さん喜んでくださってということなんですけれども、今年も12月5日日曜日開催、インターネット放送でストック防止で生放送でお送りするということになっております。去年は原先生はトークセッションにもご出演されたんですけど、今年は演奏のみ。そうそう、あれはね、あのそう一緒にあの高木先生の東京大学の、素晴らしかったです ね、 ね、僕はね、あのなんか途中でリハーサルの音が聞こえてきてミュージシャンなんで途中なんか宇宙みたいに宇宙に行ってしまったっていう。でもいえいえ、ちゃんと成立してました。そうですか、あ、よかった、ね、ちょっと恥ずかしいので、ええ、その分締めの、ね、ね、友名原グループ with 池田敦史で発揮していただけたらなというふうに思いますので、僕らもまだ頑張るぞっていうことで、ね、そうですよね、先生たちだってそうですよ、分かってももちろんということになります。で先生、来週のゲストなんですけど、この番組の、はい、やはりこのジャズ EMP 実行委員会の、うん、言ってみれば中核にいらっしゃる、そうですね、副委員長の KPMG ジャパンの庄司正頼さん、はい、はい、本当庄司さんも功労者でいらっしゃいます。いや、もうあの方がもうあの企画とか実行とかね、はい、もう本当に、まあ、この全員 の、 このスタッフの人たちがみんなそうなんですけど、特にこの庄司さんはもうなんか全部こう揃えて動かしてみたいな、なるほどみたいな、なんかあのそういう素晴らしいですね。あの事務局長の新井さんもそうですけど、はい、なんかみんなすごいあの頭の中で多分あのトータルコーディネートができるんですよね。きっとだから音楽家みたいですね。音楽家、そうです。まさに音楽の持った方々が関わってらっしゃるなということなんですけど、うん、まあ、庄司さんに関してはマーケットとか金融経済情報に関してもオルタナティブデータの第一人者でいらっしゃいますので、はいはい、 そうですね、そのあたりビジネス面含めてマーケットに関するトークも来週は展開していただきつつ、はい、楽しそうですね。ジャズ EMP にもについてもお話しいただくということになっております、はい、ということでたっぷりお話を伺いました、はい、原先生ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは来週のこの時間までさようなら。